はい、どうもウェブサイトチャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。今回のテーマはこちらになっております。ノーコードでウェブサイトを制作できるスタジオというツールをですね、ウェブサイト制作のプロが初めて使ってみたという内容になっております。今回はですね、ちょっと実験的な内容になるんですけども、早速やってみたいと思います。検索までしたんですよね。スタジオって最近よく聞くんですけども、全く使ったことがなくて、どうやって使うんだろうなっていうところもね、含めてちょっとね、一緒に見ていきたいなと思ってますね。検索するとノーコードでウェブサイトを作成、スタジオって書いてますね。これからのウェブサイトに必要なのはスタジオだけ。コードやテンプレートに縛られることなく自由自在にウェブサイトをデザインしましょうっていうふうに書いております。そもそも出会ったきっかけっていうのがですね、そうですね、ウェブサイトをちょっと教えたりすることも結構あって、先生スタジオって使ったことありますかっていうのは、ここ何ヶ月かでですね、 3,4 回聞かれたんですよ。いやいや使ったことはないですけどっていう話をしてたんですが、ちょっと気になったので使ってみようかなっていうのが今回の件ですね。何回か聞くとですね、あれそれちょっと気になるなってなってくるんですよね。キャンバとかがそうだったんですよね、以前ね。なのでちょっと見てみたいと思います。まずどこのものなんでしょうね。スタジオはスタジオ株式会社が提供するクラウドベースのウェブサイト制作作成ツールであるとね。英語版と日本語版が提供されており、無料と有料が展開されている。有料版は独自ドメインの設定や広告表示の選択ができ、プレミアムサポートが送れる。ってことはですね、無料だと独自のメインが使えないっていうのが、ちょっと個人的にはデメリットかなと。それを上回るようなね、メリットがあるようなものだったらいいんですけども、Wix、そうですね、なんか、そういうサービス結構ありますね。はい。ただ、やっぱ日本の、そうですね、日本の会社さんですね。はい。だと結構確かに多いですもんね。ちょっと見てみましょう。スタジオってどんな画面？こんな画面か。はい。ね。プロのデザイナーに制作を依頼できるスタジオパートナーズっていうのもあるということですね。機能紹介、導入紹介とか、いろいろありますね。とりあえず機能紹介見てみましょうか。機能紹介、デザイン。さらなるデザインを想像力にということで、デザインを、なるほど。ね。デザインが簡単にできるツールっぽいですね。はい。カーソルを当ててみようとありますね。どっか行っちゃった。カーソルを当ててたらどっかに行っちゃう。ね、スマートにレイアウトを作成と。はい。そう。何がね、でも最近よく聞くんですよね、確かに。何がそんなに、おしゃれなんですかね、すごく。すごくね。すごくおしゃれなのかもしれないですね。はい。もうちょっと見ていきましょうかね。公開運用、デザイン公開運用、公開。世界に発信して公開しようと。ね。スタジオではたったワンクリックで作成したデザインを実際のウェブサイトとして公開することが可能です。もう面倒なコーディングやサーバーのセットなど必要ありません。ということは、サーバーのね、仕組みも一緒にやってくれてるっていうので、本当になんか Wix とかペライチとかとなんか同じようなものなのかななんてのが今、感想ですね。ただWix とかペライチよりももう一歩おしゃれなんですかね。ちょっとよく分かってないです、またね。はい。で独自ドメインの接続も一瞬で、スタジオでは独自ドメインの接続も簡単で、ステップに合わせて設定いくだけであっという間に完了します。なるほどね。独自ドメインを取って OK ってやってポンポンポンってやってたら、独自ドメインに作ったものを接続してすぐにインターネットに上げれるということだと思うんですけども、ってことはサーバー屋さんもね、サーバーも独自で用意してくれてて、その中で動かすことができるシステムの一つで、その中で、無料だったら多分スタジオのね、ドメイン付きで公開されるのかな。はい。で、有料で独自ドメインを取って、それでオープンすることもできるよってことですね。はい。で、SSL ですね。はい。そうですね、スタジオで作成されたサイトは、SSL があるのはやっぱいいですね。はい。ちゃんとね、なってるっていうのはすごくいいと思います。さあ、今すぐ作ろう。よし。運用面のとこですね。運用面のとこ見てみると、洗練されたコンテンツ管理。なるほど。デザインも洗練されてましたけど、コンテンツ管理の仕組み、CMS の仕組みも、シンプルなんでしょうね。はい。みんなでコンテンツを作り上げよう。スタジオ 3.0 では、ゼロからリデザインした CMS が新たに搭載されました。ドキュメント作りはもちろん、共同編集やコメント公開まで全ての場所で完結しますと。
共同編集ができる、まあ、共同編集がね必要な人もまあいるんでしょうけども、はい、ほう、 SEO 対策も完璧に、 SEO 対策、ほうほうほう、 SEO にも強いんだったらまあいいと言えばいいですが、ほう、導入スタートアップ、こんな感じか、スタートアップでね、はい、歯並び直しませんかとか、まあいろいろありますね。うん、作成事例、おお、ノートとかですね、未来の職権、ちょっと1個ぐらいなんか見てみたいですね。はい、なるほど、なんか確かによシンプルで分かりやすげですね。はい、あ、まあいろいろね、いろいろあるとね、はい、料金プランぐらいちょっと見ておきましょうか、先にね。フリーでできる範囲内はデザインツールは全部使えるそうですね。デザインツールが全部使えて、アニメーション、バナー付き、バナー付き公開。あ、ってことは、スタジオのバナーがどっかにつくんですね。無料の場合はね。はい。で、サムドメインの公開機能がついている。CMS は5記事まで使えるよ。はい。フォームは100件まで使えるよ。なるほど、なるほど。で、CMS も使えるんですね。はい。ただフリーの分で無料の分だと、まあ5記事までってことなので、まあ使えると言ってもおまけ程度で、980円になるとここで独自ドメインが使えるんですよね。独自ドメインと、まあ外部の、なるほど、外部アプリとの連携もできると。でスタジオのバナーが消える。もちろんこの辺は全部できるんでしょうけど、ページごとの公開範囲設定、ほう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 、なるほど。でやっぱ CMS はまだ5記事なんですね。はい。おー。で、2480円のプロになると1000記事まで CMS が作れますよ。まあまあ1000記事あれば、まあ十分といえば十分なんでしょうけども、制限がね、あるというのはちょっと残念かもしれないですね。はい。ただね、ほとんどの人にとって1000件あればまあ大分十分だと思いますし、1000記事を超えていくようなね、ページを作っていくのであれば、多分、まあワードプレスを使ったりとかね、何かしらしていくと思うし、まあここもニューって書いてるのでね、どんどんこう増えてくんじゃないですかね、分かんないけど、増えてったらいいなみたいなとこはあるかもしれないですね。はい、ここに一覧で載ってるんですね、一覧で。はい、うん、ということはまあ基本的にはね、今のところフリーで使ったりベーシックで使う場合には、まあウェブサイトね、ブログサイトだったりとか、こうね、こうどん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 こうスタッフで記事がね、どん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 増えていくようなページ向きではあまりないのかもしれないですね。ここまではプロ使えばいいんでしょうけどね、ここまでで使える範囲内で言うと、おしゃれなデザインのサイトが作れるよっていうタイプのものだっていうふうに考えてもらうと、まあ、良さそうな気はしますね。見てみるとですね。はい。お、新規登録画面が来ましたね。ちょっとこれはですね、こっち側で進めるか。はい。ちょっと待っててくださいね。この画面のまま。Google で登録か、Facebook で登録かとかっていうのが選べたので、まあ、ちょっと Google で進めていきますね。はい。はじめにいくつか質問させてくださいという画面がですね、出ております。こちらですね、はじめにいくつか質問させてください、この内容は、スタジオの体験をするためにということで、始める。職業に近いのはどれですか、ウェブデザイナー、エンジニア、 UX デザイナー、1個ですね、まあ、1個だったらまあウェブデザイナーにしておきましょうかね。はい。はい。まあ、事業、そうですね。制作会社での業務なんですが、まあ、ちょっと今回は、はい、進めます。ウェブ制作の経験。ほう、この辺を聞いてくるのだと面白いですね。まあ、コードでこれまで多くのウェブサイトの経験がありますよ。なんか狙ってる層がね、なんかちょっとリアルな感じですね。
4ステップでスタジオの基本操作を覚えよう。このチュートリアルを行うことでデザインの基本操作をマスターすることができますと。チュートリアル、あ、ここからね、写真がビューンって持っていけば入りますよってことでしょ。あ、やれということですね。はい。でこれを広げろと、画面いっぱいまで広げましょうかね。画像を変更してフィルターをかけようと。画像を変更してみましょう。なんか写真があるんですかね。ダブルクリックして写真を何かしら入れて、はい、よし。で明るさを設定すると、明るさここですね、 0.4 を暗くするんですね。はい、次のステップへ進む。中央にテキストを追加してみよう。ドラッグ&ドロップで追加ということで、テキストを中央に追加で、サイズを64にする。サイズを64にすると、テキストの色を変える。テキストの色を白に変える。最後のステップ、マージンを設定してボックスの間隔を調整しようと。まあ、マージンっていうのは余白のことですね。余白をつけましょうということですね。こういうふうに余白をつけましょう。テキストボックスをコピペしましょう。ボックス内を選択中に、今選択中なのでここでコマンド CV、 はい、でサイズを18、下の方ですね、これをサイズを18に変えてあげて、で、下のテキストの上のマージン、下のテキストの上のマージン、あ、こっちか、トップマージンは、これで変わるんだ、マージンが。へえ、で、マージンを何にするんだろう。20か。あ、行き過ぎた。行き過ぎたけど OK 出してくれました。はい。じゃあ、このまま続けるでちょっと見てみたいなというふうに思います。このまま続けると、タイプサムシンク。ね。はい。パンダライオン。タイプサムシンク。ね。なんか入れろってことですね。初めてのスタジオ。よし、これでいいんじゃないですか。はい。で、画像をダブルクリックしたら画像が変えれるわけですよね。さっき言ってましたもんね。これおしゃれだな。縦のね、写真もなんかよくね、いい感じに入れてくれますね。縦の写真なのに。うん、まあ、横はねもちろん全部が全体が入っていいんですけど、縦がねこんだけいい感じに入ったらいいですよね。うん、6379もフォトがあるってこと、あ、どんどん下に押したらね勝手にぐるんぐるん出てくるんだ。一番下があるような感じに見えたんですが、そういうわけでもなさそうですね。いい加減決めましょうかね。決めて先に進みたいと思います。僕アボカド結構好きなんですよね。ただここで、あ、まあ、ヘルスってなってますね。これをアニマルね、日本語でいくか。アニマルないんだ。英語で言ったらあるかな。英語で行くとあるんだ。英語で検索した方がいいんですかね。ちょっと今見えてませんが、パンダ行きますか。じゃあパンダ、はい、パンダ、あー、桜が出てきましたね。じゃあパンダを英語で入れると、おー、英語ですね。英語、うん、ほう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 、検索は英語の方がなんか今のところ良さげな感じしますよ。うん、いい加減ね。はい、パンダにします。初めてのスタジオということで書きました。でこの下にこれが、ほうほうほう、ああ、なるほど。ここにね、http なんとかかんとかスタジオ .site ってなってますね。だからここを入れてあげるとね、いいんでしょうね。入れてあげなくても勝手になるのかな。勝手になるのかもしれないですね。で、これができてて、ヒーローイメージになるのかな。ですね、これはテキストを入れていくと、ここにはテキストが入ってる。これ A にできないのかな。 A、 テキストを A、
あ、タタグがあった。お、 H1 とか変えれるじゃないですかね。 H1、H2、H3。 お、なるほど。なんかですね、作り方がここ P とか H でなってるのっていいですね。あー、そっか、うん、タイトルとかってなってないんですね。 P とか H1 とかで、だからあのウェブ制作者の方にちょっと寄せてましたもんね、うん、その辺はこういう風なことが影響してるのかもしれないですね、うん、もしかしたらあれどれぐらい使ってるかによってちょっとこう教えてくれる度合いとかが変わったりするんですかね。どの道 P はあるんですが A はないですね。 A リンク、はい、とりあえずちょっとここは、H2 でね、行きましょうか。で H2 で、アバウトしましょうかね。アバウト、会社概要みたいな意味ですね。でこのアバウトを下の方に持っていく感じで、こうパディングを入れるんだ。こうやってビーンって下に持っていくんじゃなくて、あ、パディングじゃない、マージンを入れてあげることで余白をつけてあげるという仕組みですね。でこっちでサイズはこちらで変えるんだ。さっきもそうでしたもんね。ほうほうほう、ラインハイト、行間ですね、うん、文字間、レタースペーシングですね。レタースペーシング、文字間を 0.5 で入れてあげて、フォントがあって太さがあって、なるほどなるほど。あー、確かにすごい使いやすいですね。うん、こう ID 入れることもできますもんね。クラスは入れれないのかな。 ID だけしか入れれないのかな。まあ、ちょっと勝手なことで、おー、すごい、ディブナビ、ヘッダー、フッター、セクションとか書いてますね。いいですね。じゃあセクションを作って、その中に作っていきたいな。じゃあこれちょっと一旦このままでいいのかな。ボックスを作るのかな。タグをちょっと、じゃあ、おー、できたできた。この箱を伸ばして上の、おー、そういうことか。伸ばしてこれをセクションにしてあげて、メインもあるのかな。あー、メインありますね。はい、まあまあちょっとセクションにしておきましょう。セクションにして、これをセクションの中に、おー、移動は簡単。この移動は結構簡単なんですね。はい、おー、で上に詰まりますね、グッと。だから本当にコードを消したような動きがしますね。ってことは、これなんかすごい出来上がったの見た時にコードが綺麗になってるんじゃないのかな、この感じだと。うん、なんかね、なんて言ったらいいんでしょう、よくあるこういう作るものってですね、なんかね、こういう動きじゃないんですよね。あの、なんか裏のコードどうなってんだろう、ぐちゃぐちゃなんじゃねえかなみたいにね、思うことが結構あるんですが、このね、スタジオで作るやつって、なんかね、まあコードが綺麗になってそうな気がするなって今思いましたよ。ちょっとこれは見てないんで分かんないんですけど。でね、ただ初心者の人にとってね、この辺が分かりにくいかもしれないですけど、ウェブサイトを作る初心者の方とかにとってはすごくいいかなっていうのは。あ、リンクあるじゃないですか、ここにね、リンク、ここにもリンクあるのかな。あ、リンクありますね。 A タグがあるわけじゃなくて、リンクをつけてあげたら、あの、いい感じになるってことでしょうね。はい、でページを数ページ作ってたとしたら、ここでページ検索して、そこのページに対してリンク飛ばすよってこともできるし、 URL にしてあげて、外部サイトにね、 URL でリンクを飛ばすよってこともできるということでしょうね。はい、画像をコピピピピピッと配置してあげて、あ、真ん中に来るんだ、まずは、まずはね。はい、なるほど。これ2カラムにするのはどうやってやるんだ。まずディブを使わなきゃいけないんじゃないのかな、これ。ディブで、今日そこまではちょっとささっといけないかもしれないですけど、これを2カラムにしたい。写真で入れちゃったからダメなのかな。一旦消しましょう。でボックスとして、まずこの下に入れます。でこのボックスの横にボックスを、あ、つけた。これで2カラムだ。
はいはいはい、これで2カラムですね。おお、簡単ですね。これはこれは簡単ですよ。でこっちのカラムに写真を突っ込みたいわけですよ。このやり方じゃ、あ、てことはそもそもこうやったら写真入るんだ。はいはいはい、なるほどなるほど。写真を入れてこっちにはボックスを入れると2カラムで、になるということですね。で写真をちょっと入れましょうか。写真を違うパンで入れちゃいましょうかね。かわいい。はい、よし、これにしよう。でこっちの箱にはちょっと大きさもこれ整えてあげて、テキスト入れましょうか。おお、入った入った。 H3 で、パンダライオンとはね、箱を大きくするか、あー、マージンが入っちゃった。こっちだな、これ中央ぞれにしたな、この文字を。これを中央に、あー、これ自体が伸ばすのか。そしたら中央に来るもんな。でこの下にも文字を入れたいな。 P でいい、 P で、よしよしよし。左揃いになってる配置を左、あー、ダメか。じゃあこれちょっと使い方のね、今回あれじゃないので使い方は気にしないでくださいね。初めて使ってみたってやつなので、多分もっといい使い方とかあると思うんですがね、このスタジオ、ね、の人が見たら、いや、もうちょっとこうやったら上手に使えるよみたいなのが絶対あると思うんですが、まあ、そこはね、許してもらいましょうね。まあ、ここにちょっと文章をね入れていくと。はい、いきました。はい、アイコン、お、アイコン、アイコンをどこにどう入れるんだ。ちょっとアイコン入れてみましょうか。アイコン、ハート、あ、ここで変えれるんだ。これを、おお、これは本当王様からじゃないんですか。あ、これマテリアルアイコンからだ。でこっちが本当王様からなんだ。ほうほうほう、これもですね結構いい感じですよ。独自のアイコンというよりも、こうみんながですね、よくこうウェブサイト制作者が一般的に使うあのタイプのアイコンをここで出してくれてるような感じですね。はい、でマージンをちょっと開けるぞ。マージン、マージンを、はい、このマージンがちょっと大きすぎるから、そうなってくるとこのマージンを減らしてあげる。あ、なるほどね。なんかね、ちょっとなんか舐めてたわけじゃないんですけど、こうもうちょっとね、こういうやつとは思ってなかったな。いい意味の方です。はい、もっとね、なんかあんまりちょっと商品名となんだな、人の悪口は言いたくないしな、もっとこう、うん、作り方として、いや、っていうようなやつかなと思ってたんですが、なんか思ったより、うん、ウェブサイト制作者が使っても、うん、不満が少ないんじゃないですか。うん、まあ、どういう意味かというと、コードが綺麗になってそうな気がするし、あ、そう動くのねってのが結構気持ちいい動きしますね。うん、あ、それそれみたいな動きを結構します。うん、ちょっとどっかで本格的に使ってみたいなって思うような、なんかそんなサイトに今のところなってますが、まあ悔しいのはね、ここのサーバーを使うことにやっぱなるんでしょうね、作成したものがね。それは仕方ないですよね。ただうん、その分のだいぶやっぱり利便性はありますからね、それを取る場合には悪くないんじゃないですかね。おお、ここにね、このままドンって入れれるのが出てきたぞ。ほらほら、一生懸命これで2カラム作ろうとしてたじゃないですか。
ここにもう元々ニカラム用のテンプレートがあって、そのテンプレートをサクッと入れるとこういう風に入っていくと、お、せっかくだからいいですね。あ、こうやって伸びちゃうんだ、その代わりね。はい、でその下におしゃれなこういうのを入れたいなと思ったら、こうやって入るのかな。ここやっぱ伸ばさなきゃいけないですよね。これを伸ばしてこうやって入れていく。おお、入った入った。うん、まあ、確かにね、うん、使い勝手はいいかもしんない。うん、そこも入れてみましょうか。はい、あ、いいじゃないですか。うん、これ入れ替えようと思ったら結構簡単に入れ替わるのかな。あ、入れ替わった、早い早い。うん、ほうほうほう。あ、これはヘッダーとして使えるやつですね。ロゴもあるし。じゃ、これ一番上に持ってきましょうか。ヘッダーとして使えるやつなので。お、そうするとこのパンダライオンが邪魔になってくるな。よし、このロゴのところにね、このロゴのところにはここか、ここにパンダライオンを入れてあげて、でここがリンクでしょ。アバウトページへリンク、うん、ページはまだないけど、ワークスへリンク、あ、ナビがついてますね、リンクとしてね。はい、ただまあリンク先だけがねまだ出てこないようになってるんでしょうね。これいらないな、このパンダ。よし、これちょっと消しちゃえ。はい、でオープングラフプレビュー、フロントページ、ファーストプロジェクトか、ファーストプロジェクトになってますね。でここからサイトを増やしていくってこともまあできるんでしょうけど、ページ、ページ1、ページ2、ページ、こうすると2ページ目が今できたと。1ページ目と2ページ目で、ここに名前をつけてリンクで飛ばしてあげるみたいなこともまあできるんでしょうね。できると思います。はい、おお、ほうほう、これで元に戻れるんだ。 YouTube も入れたりとか Google マップを入れたりもできるとね。おお、 Google マップ入りそうですね。よいしょ、ほう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 。イメージにすると画像をアップロードは自分でアップロードしたもの、アイコン、お、フォームですね。フォームがなんかね使いやすそうなこと書いてましたもんね。うん、フォーム1ってやつを入れてみましょうか。あ、もう形になったやつですね。形になったやつがそのままサクッと入るような感じですね。うん、でここの名前とかを書いてあげればいいんでしょう。ズーム、あ、本当だね。うん、書いてあげれば入りますよね、きっと。これエンベッドね、いろんなものが入れれますよ。シンボル、 CMS、 あ、ここからやると CMS と連携もできて、これしなければ CMS 使わずにねできるんでしょうね。うん、ほうほうほう。まあでもこれサクッとできそうですよ。すごくすごくサクッとできそうです。この仕組みはいいですよね。すごくね、仕組みはいいです。でレスポンシブが、レスポンシブっていうのはスマホ対応のことですね。スマホ対応とかタブレット対応。ああ、なるほどね。うん、ああ、やりやすそうですね。タブレット対応は480でやってるんでしょ。でタブレットが768で標準が1280と。でも足せるんですかね。お、ブレイクポイント足せますね。ブレイクポイントっていうのはメディアクエリっていうので、ブレイクポイントっていうのを足していくんですけど、それがねここでできるということで、はい、いいじゃないですか。であとはこれはプレビューしたり公開したりするわけですね。ちょっと公開見てみると、ここにパンダライオンって入れて、これをこう保存して公開すれば多分公開されると思う、早速ね。はい、まあしないですけどね、今回は。し、いやいや、このスタジオのじゃなくて独自ドメインで公開したいでしょって、そうなったら月980円でいけますよと。さらにさらに CMS が使いたければ5個っていう練習ぐらいしか使えないんですけど、2000円いくらでしたよね。2000円いくらで CMS 付きの CMS が1000件使えるものまで使えますよというふうになってます。であとはね、ちょっと今日のところはできないかもしれないんですが、コード画見てみたいですね。
ね、裏で行動がどうなってるのかっていうのをどこかで見れたらいいんでしょうが、見方が分かんないね。でページのタイトルも入れるし説明文、これがメタタグのですね、タイトルタグ、これはディスプリクションタグっていうものでですね、はい。でファビコンを入れたらここが変わるわけですよ。ここファビコンなんで、はい。でカバー画像ですね、うん、まあいろいろといいじゃないですか。言語の選択ってね、これラングジャとかね、ラングエンとかって書くんですけども、これジャパニーズにしとくとラングジェエーって書いてくれてですね、いやここがですねヘッドの中の設定が結構多いですね。ヘッドの中に入れるものの設定、こっちもそうなんじゃないですか。サイトでこれは一個一個のページに対するもので、サイト全体のタイトル設定、ディスクリプション設定とかね、その辺のことがここになるというふうになってます。なってますというか、なってるみたいですっていう方が正しいですね。はい。ついついいつもの癖でね、なってますとか言っちゃうんですけど、そんなに知らねえじゃねえかって言われたらね、その通りですって感じですね。はい。うん。コードまでは見れなかったんですけども、なんかね、使ってみた感想で言うと、まあ、さっきから何回も連呼してるので、あれなんですが、すごく使いやすい。UI だなと思いました。でおそらくこの形で作るものであればコードは結構綺麗なコードになってるんじゃないかなと思うんですが、それはちょっとまた別の機会にもうちょっと詳しくね作り込んで、アップでもしてみて、その後ソース見てどんな感じとかをねちょっと見てみたいななんて思ったりしてます。うん。とりあえず今回はちょっと初めて触ってみた感想ということで、まあ確かに今あなたはプロですかみたいな質問が初めにあったじゃないですか。あれであったように、まあよくねホームページを作る人から見てもコードが綺麗になるような気はしてますね。すごくコードが綺麗になるような気がしてます。はい。ただね少し全くの素人の、全くね何も HTML CSS 知らない方だと少し分かんないとこが、まあでもそれでも直感でこんだけ使えたら十分だもんな。うん、十分使えるんじゃないかなと思いますよ。でもね HTML CSS 知ってる人がね使うとね、より良い、より優れた形で使えるんじゃないんでしょうかね。でレスポンシブがなんか結構気持ちよかったですね。あの感じでレスポンシブ作って込めていけるんだったら結構いいんじゃねえかなみたいなところはちょっと感じました。はい。まあ、あとはサーバー関係のところがちょっと、個人的にはちょっと、って思うところもありますが、まあ、逆に言うとサーバーの設定とかね、借りていろいろしなくてよかったりとか、そういうものだと制作に集中できるという意味では、まあ、これもこれで選択肢として、まあ、これはこれで選択肢として悪くはないんじゃないかな、ありなんじゃないかなとは少し思いましたよ。ね、僕が初めにちょっと想像してた、ね、なんか直感で作れますよで想像してたものと比べると、ああすごいな、結構このレベルで作れちゃうんだみたいなねところは結構感じることができましたので、またこのスタジオはですねちゃんと作り込んだものをね、作っていってあげてみたいななんて思っております。はい、これをちょっとまとめとさせていただきます。ということで最後見てみましょうかね。こうやって作ったものね。でここは最後に公開するときに入れるっていう風になってるみたいです。で独自のメインのプランも別途あるとね。で、ページ1、ここでページも増やしたりできるんじゃないですかね。多分ページ2ページ3とかですね。で、結構綺麗に使いました。上から下までこんな感じ。はい、最後フッターね入れてないけど、フッターさえ入れてしまえばいいんじゃないかなと思います。で結構ね個人的にね、おここいいじゃんと思ったので、ね、ここ押すじゃないですか。出てこないな。ここですよ、このタグ、タグをちゃんとね正しいタグ付けができる、この正しいタグ付けがちゃんとできるっていうのはやっぱりとってもいいですよ。はい、っていうのをね、ここでちょっと僕なんか、あここちょっと信頼できるかもなって少し思いましたもんね。はい。ということでですね、はい、
今日はここまでにしたいなというふうに思います。今回はノーコードでウェブサイトを制作できるスタジオっていうツールをですね、まあ、ウェブサイト制作のプロが初めて使ってみたということでですね、ずっと気になってたので初めて使ってみて結構好印象です。はい、ということで今回はここまでにしたいなと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね、概要欄にも参考された情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。